皆さんこんにちは。赤俣影湯でございます。今見えてるのがですね、前に一度紹介したことがある納屋橋というところですね。今正面に見えてるのがスパイラルタワーズという東京モード学園のビルですね。あのあたりが名古屋駅ってことになります。少し移動してみましょう。スパイラルタワーズ見えてますね。カメラの方向をちょっと変えてみますと、道路の向こう側が見えているんですが、ズームしてみます。道路の向こう側に渡りました。さあ、このお店は何のお店なんでしょうか。焼いております、焼いております。うちわを使って焼いておりますね。窓越しでよく見えないんですけど、うなぎを焼いてるところなんですよ。すごい煙出てますね。本当はね、窓を開けたいところなんでしょうけどね、ここから直接煙が出てくるとね、いろいろ問題があるんでしょうね。なので大人の事情で、ここの窓っていつでも閉まってます。そしてね、まあ、東京のうなぎの食べ方だとね、こうやってうなぎをね、切っていくのはね、どうしてって感じだと思うんですけれどもね、今回ご紹介するのはですね、名古屋のうなぎ、ひつまぶしなんですよ。ひつまぶしのうなぎというのはですね、最初からね、一口サイズに切ってあるんですね。ここのね、職人さんはね、焼くのと切るのとね、両方やってるんですよ。しかもね、このお店はですね、名古屋で1、2を争うね、コスパの良い店なんで、非常に混むんですよ。今はね、寒いので整理券を配ってるんで、並んでないですけどね。夏なんかすごいですよ。なので忙しい。うなぎを焼いたり切ったり、一人でこなすのすごいなって思っちゃいます。では早速入店してみましょう。店の中のインテリアはこんな感じ。昭和っぽい感じなんですね。このお店はね、相当昔からやってるらしいですよ。さあ、お待ちかねのひつまぶしが出てまいりました。こちらでございます。うなぎが溢れ出そうな量が入ってんですよ。そしてね、茶碗がついてるっていうのがまた一つの特徴ですね。ではね、早速食べていきましょうか。まずね、お茶碗にね、移すんですけどね、てんこ盛りなんでね、移すのが結構大変。なので、彼氏とね、初めてデートに行く女子にアドバイスなんですけどね、これをね、上手に茶碗に移すのが結構大変なんでね、ひつまぶしじゃなくて、うな丼とかうな重とかね、そういうの頼んだ方が失敗する恐れはないです。ひつまぶしはね、うなぎが下に落ちたりね、ご飯が下に落ちたりね、する危険性が非常に高いんですよ、実を言うと。なので、そのリスクを避けたい場合は、うな重を頼むとね、上品に見えちゃいますよ。まあ、とにかくですね、最初はうなぎを避けて、ご飯を露出させてから、継ぐのがコツですね。ちなみに言うとですね、どこの店でもね、ここまでね、てんこ盛りかって言ったらそんなことはないです。ひつまぶしはですね、店によって全然盛りが違いますんで、気をつけてくださいね。この動画を見てね、名古屋のひつまぶしってどこでもこういう感じだと思ったら、それはですね、大きな誤解です。名前の通ったうなぎ屋さんっていくつかありますけどね、そういうところに行けば、まあ外しはしないんですけどね、店によってはね、結構やばいのが出てきます。うなぎって今高いじゃないですか。失敗は許されないわけですよ。なので、うなぎを食べるときは一応リサーチしていった方がいいと思います。味についてのね、論評は人それぞれだからね、気にしなくてもいいかもしれないんですけど、うなぎの質とか量とかっていうのはですね、見れば大体わかるんで、ネットにアップされてる写真を見てから行った方がいいです。私はね、開拓精神旺盛な方なんで、何度も地雷を踏んでます。
うなぎだけは調べてから行った方がいいです。さあ、2杯目行ってみましょうか。ちなみにですね、すごい量ありますけど、これは1人前ですからね。女性だったら、量が多すぎるかもしれません。このぐらいまで来ると、茶碗に移すのが楽になってくるんですけども、やっぱりね、こういう感じでね、ミスをしてしまうんですね。うなぎに山椒は絶対の必須アイテムです。これだけの量があるとね、味が単調になってくるんで、しかも油が強いでしょ。ネギなどを使ってね、味変していきます。本当はね、このネギはね、お茶漬け用なんですけどね。私はこういうの好きです。そしてこちらはですね、肝水ですね。これは水菜が入っているんですね。そして中には肝が入っていると。ちなみにですね、肝が入っているのは別料金という店もあるので注意してくださいね。名古屋はそういう店多いですよ。はい、そして3杯目いきます。いやー、これ考えてみると相当な量ですよね。半分ぐらい食べちゃうと、お茶碗に移すのは楽になってきます。さあ、ここにネギを投入しまして、ひつまぶしの醍醐味であるね、茶漬けを食べてみたいと思います。茶漬けと言ってもですね、これはね、お茶ではなくてですね、だし汁なんですよ。ひつまぶしのだし汁っていうのはですね、店によってすごく濃かったり、さらっとしてたりするんですよ。なので、店の個性が出るところでもありますね。ちなみに私はね、濃いのもさらっとしたのもどっちも好きです。そしてね、大体ね、わさびがついているんで、ここにね、わさびをちょっと乗せて食べていきます。まだありますね。これ何杯目でしょうね。これね、うなぎとご飯の配分、間違えてますね。序盤にうなぎを食べすぎました。だけどね、大体ひつまぶしってそうなっちゃうんですよ。うなぎが上にたくさん乗ってるからね。結構ね、先にね、うなぎを食べちゃうんです。配分間違えると後半ご飯ばっかりってなっちゃいますね。ちなみにですね、店によっては2階建てになってることもあります。ご飯、うなぎ、ご飯、うなぎっていう風にね、なってる場合もあります。その方がご飯とうなぎを均等に食べることができるんでね、私はね、そういう2階建てタイプが好きですね。あ、ここにもうなぎが入ってるっていうね、そういう喜びもありますからね。しかしこれ何杯食べたんだろう ?5 杯ぐらい茶碗で食べたかな。これだけね、炭水化物取って、しかもうなぎって1匹食べるわけでしょ。相当のカロリーですよ、これ。まあですけどこの日はね、歩いてお店まで行ったんで、カロリーのことはなかったことにしておきましょう。ちなみに言うとですね、ひつまぶしは一番最後に茶漬けで締めるのが一つの形になってるらしいです。まあ私はそういうの気にしないんで、お茶漬けを途中に挟んだりしてるんですけどね。うなぎってまあまあ重いですよね、油で。なので最後ね、お茶漬けでさっぱり、わさびを効かせてね。食べると、あれだけたくさん食べたのに重くならないってわけなんですよ。
名古屋に来たらね、一度はね、ひつまぶし食べてみるといいと思うんですけどね、初めての人はね、どうやって食べたらいいのって感じだと思いますし、店によってのね、そのクオリティの差がね、結構大きいんですよ。で、クオリティ低いから安いってこともないからね。なのでね、ひつまぶしだけはね、お店に行く前に調べて行った方がいいです。そしてね、ひつまぶしを食べる前にはね、この動画をもう一度見直して、どういう流れで食べるか、作戦を練ってから行くといいと思いますよ。ということで、今回の散歩はここまでです。また次回の散歩でお会いしましょう。ジャパンイズソークール。